どうもこんにちは。今回ですね、何について話していくのかっていうと、ツイッターのね、自動フォローツールについての、説明をしていこうと思います。で、自動フォローツールっていうのはね、具体的に何かっていうと、ツイッターをね、使って集客していきたい方、ツイッターをね、ビジネスで活用していきたい方、ツイッターを使ってね、収入を上げていきたい方が、どうやってね、要は自分の、そのツイートする、発信するメッセージですよね、多くの人に届けるか、っていう際に、どうしてもね、やっぱりこのフォロワーさん、自分のツイートを見てくれる人を増やしていく必要があるからね、そういう時にこのツールを使っていくと、自動的にね、あなたがだから、ハワイのビーチでね、こう金髪美女を見ていようがね、なんかね、鼻掃除っていようが、一日漫画喫茶にいようがね、そういう時間もこう自動的に、あなたのお客さんを集めてくれる。そういうのね、すごく便利なサイツールがあるんで、今回ね、それについてね、ちょっとね、紹介させていただこうと思います。いいです。で、今回ね、使用していくツールっていうのは具体的に何かっていうと、Twitter ADA っていうね、サイトになります。Twitter ADA。で、下にね、ちょっとこの YouTube の下に URL を、サイトの URL を貼ってあるんですけども、一応 Twitter ADA っていうふうにね、検索すると、出てきます。そう。で、ちょっとローマ字なんで分かんない方は、下に URL をね、貼ってあるんで、ぜひね、それを見てほしいんですけども、URL、下にあるね、URL をクリックすると、このような画面になります。Twitter ADA、ね、なんちゃらなんちゃらって書いてあると思うんですけども、で、この画面でね、具体的に何をしてほしいかっていうと、まずですね、このツールっていうのをぜひゲットしてほしいんですよね。で、ここで書いてあると思うんですけど、ここに Buy Now ってありますよね、Buy Now。一番最初の画面ですよ。もう一回戻りますね。最初の画面で、Buy Now っていうところがあるんで、こちらのボタンですね。下にすぐあると思うんで、ここにマイナーを押してもらう。買うって意味ですよね。そうすると、ここに、パーチェイスって感じで、いくつアカウントを買いますかっていうのがあるんで、これは有料ツールになるんでね。でも有料にしてはすごく安いんですけども、1アカウントが55ドル、5アカウントがね、74ドル、10アカウントが110ドルって書いてあると思うんですけども、あなたがもしアカウントね、ツイッターのアカウント1個だけ持ってて、これをね、ちょっと自動的になんかフォロワー増やしていきたいなっていう場合は、1アカウント55ドル。で、これはね、1回だけしかかかりません。だからつまり1回取ってしまえば、この後1年、2年、3年、10年ってずっとね、使えるってわけです。そう。普通こういうツールっていうのはね、大概月額課金っていう感じで、毎月1000円とか、そういうふうにかかるんですけども、一括でこれ、5500円じゃないや、55ドルっていうのはかなり安いと思うんで、すごく便利ですね。なんで1回取っておけばもうお金がかからないんで安心って感じです。で、ここでこう、例えば1アカウントを買う場合は、ここをクリックしていただきます。そうすると、ここにね、いつもとは、いつもとっていうか、何か物を買うときと同じように、名前入れてくださいとかね、出てくるんで、そこにね、名前を入れてください。名前、詳細ですよね。明細と、自分のその住所、電話番号、クレジットカード、名前やって、最後そこに、サブミットオーダーってところをやすと、購入ができます。で、購入したらですね、実際にもうダウンロードができるんで、それをダウンロードしていただきます。ダウンロード。そうするとですね、Twitter ADA、その Twitter ADA っていうのがね、パソコン内にダウンロード、インストールすることができるんで、インストールした後にですね、購入した際に、あなたのメールアドレスにね、要は、あなただけの、買いましたよっていう購入者の ID ですよね。レジスタレーションコードっていうね、買いましたよっていうような、あなた買ってますよっていうようなね、要はただ、そういうコードをもらえるんで、それをね、ぜひ、入れてみてください。そうするとね、使えるようになります。そうすると初めてもうこの Twitter だっていうツールが、初めてあなたのパソコンにインストールして、されて起動できるようになります。いいですか？まずは、そこまでをやってみてください。いいですか？Twitter だをまずはね、買ってみる。だからまずは、今言った流れね、サイトにアクセスをして、アカウント、いくつ買うかを決めて、そして、クレジット決済で買う。そうするとね、あなたのパソコンにインストールされます。で、英語なんですけど、そんなに全然難しくないんで、ぜひですね、インストールしてみてください。で、インストールした後っていうのは、もう一個ね、この Twitter ADA をインストールした際にね、実際に、説明書みたいなね、日本語で書かれたやつをいただけるんで、それをね、ぜひ、
見てやれば、具体的なね、操作方法っていうのは、わかるんで、その、まあ、説明書みたいなものですよね。っていうのを日本語でね、つけてくださるんで、それをね、ぜひ、見ながら、具体的にね、使っていってみてください。動画でお話しすると、まあ、かなり時間がね、かかってしまうと思うんで、すいません、その辺は、ちょっとね、で、加入した際に出ると思うんで、ね、ぜひ、それをね、見てみてください。で、まあ、もしそれが分かんない方もね、一応その下の方に、そのマニュアルの、説明書のやつ、URL も、ね、貼っておくんで、まあ、ぜひですね、まず、サイトにアクセスをする。まあ、下にステップ書いてあると思うんですけど、で、二つ目に、購入する。そして、三つ目に、説明書を見てみるっていう感じで、あなたの、フォロワーをね、どんどん増やしていって、ビジネスにね、活用していけば、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、ぜひですね、このツールは本当に、私自身もいろんなこうツイッターのツールとかをこう、まあ、買ってみたりとか、参加してみたりとかしたんですけども、まあ、圧倒的に、まあ、費用対効果、まあ、要はお金をかけたことに対するリターンですね、が多いのがこのツールなんで、まあ、ぜひですね、騙されたと思って、まあ、怪しいなって思ってる方もいると思うんですけども、ゲットしてみてはいかがでしょうか。という感じでね、今日は、終わると思います。どうもありがとうございました。